白いタイヤ。皆さんによるミニライブの始まりです。大きな拍手でお迎えください。エスケートの皆さん、お願いします。エスキュートアイラブソーサー頑張りましょう。
匝瑳市もいたずらも大好きなリオタンことリオナです。よろしくお願いします。はい、私は中学1年生12歳の赤ピーマンを使った料理が大好きなリンです。リンリンと呼んでください。よろしくお願いします。はい、私は小学6年生の12歳になりました、ゆうかです。生き物と植物のことなら何でも聞いてください。匝瑳市の PR を頑張ります。皆さんよろしくお願いします。日本一の植木の町、匝瑳市を誇りに思っています。最年長中学2年生の彩香です。匝瑳市のために笑顔で頑張ります。応援よろしくお願いします。続いての曲はエスキュートのオリジナル曲です。この曲を聴くと匝瑳市がより一層大好きになります。それでは早速聴いてください。いらっしゃいませ匝瑳2012。周波数は
80.7 です。皆さんよかったら聞いてください。操作した赤ピーマンをバッチリ宣伝してきます。それではオリジナル曲2曲目聞いてください。エスキュート。Bye.
が笑顔でいてほしい、そんな思いを込めて歌います。生き物係の曲で笑ってたいんだ。
さんが美味しい美味しいたい焼きを販売しています。よかったらお土産にいかがですか。私たちエスキュートの新作缶バッジもぜひ買ってくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただいまエスキュート研究生募集中です。皆さん私たちと一緒に操作し盛り上げませんか。皆さんの応募お待ちしております。お待ちしております。また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、エスキュートの皆さんありがとうございました。応援ありがとうございました。皆さん今一度大きな拍手をお願いいたします。応援ありがとうございました。応援ありがとうございました。応援ありがとうございました。またよろしくお願いします。応援ありがとうございました。はい、匝瑳市ご当地アイドル可愛いエスキュートの皆さんによりますミニライブでした。